乃木坂46公式ライバルグループ、僕が見たかった青空が9月30日、千葉、幕張メッセにて開催されたファッション&音楽イベント、楽天ガールズアワード2023オータムウィンター、以下、ガールズアワードに出演した。僕が見たかった青空、ガルアは、初ステージ飾るオープニングアクトとして、ガールズアワード、初ステージを飾った僕が見たかった青空は横一列に並ぶと、はじめまして。僕が見たかった青空と言います。よろしくお願いします。とセンターを務めるヤギ陣愛がフレッシュに挨拶。デビュー曲の青空について考えるでは、23人で見せるダイナミックな構成と美しいダンスで魅了した。パフォーマンスを終えると、メンバーが口々に、デビューして1ヶ月も経たないんですけど、こんなに大きくて素敵なステージに立たせていただき、本当に感謝しています。たくさんの人が、嬉しすぎる、と喜びをにじませ、会場は拍手に包まれていた。ガールズアワード、テーマは、美味楽楽。今回の、ガールズアワードは、ファッションビューティー、音楽が集うイベントかける楽しさを表す造語、美味楽楽、美味楽楽、がテーマ。藤田ニコル、みちょぱをはじめ、斉藤飛鳥、ぬくみめるら多数のモデルや俳優、女優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、アーティストには乃木坂46、桃色クローバー Z などの出演が発表されている。MC は同イベントへの出演が13回目となる南海キャンディーズの山里亮太と、前回 MC とランウェイで観客を魅了した森かすみの2人が務める。